はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。コナミさんがですね、めちゃくちゃ楽しそうな、レギュレーション戦を、追加していただけるそうでございまして、我々もレギュレーション、ハイランダー大会なんですけど、ハイランダー戦なんですけど、今回のレギュレーション。ハイランダー大会もうすでに5、6回やってるんで、まあ、大体どんな感じか分かってるんですよ。これ常に生放送とか動画でね、やってくださいよって言ってたんですけども、ついに実装していただけるということで、ありがとうございました。まあ、動画見てるか見てないか知らないですけど。で、レギュレーション戦っていうのがどういうものかっていうと、特殊なルールを追加して、まあ、対人戦をすると。ランク戦の下に多分ね、できると思うんですよ。まだまだちょっとできてないんですけども、ランク戦、このランク戦の下ぐらいに多分ね、レギュレーション戦っていうのができて、まあ、フリー対戦も、ランク戦も一応対人戦、まあ、フリー対戦対人戦かって言われると微妙ですけど、ボットが湧きすぎて。なんで、レギュレーション戦はまたボット湧くかもしれないですけど、まあ、とりあえず、対人戦、別の対人戦ができると、ランク戦以外にね。で、そのレギュレーションの今回内容はハイランダーって言われている、内容になってまして、これ何かっていうと、同盟カードが1枚までのデッキ、を用意しようっていう、いわゆるハイランダーってやつですね。わかんない方はですね、私のハイランダー大会を見てください。はい。そこに全部、書いてありますんで。で、同盟の異なる絵柄のカードは同じカードとして扱うとか、リミット禁止カードについては通常の同様に使用できませんとか書いてあるんですけど、対象のね、スキルっていうの、これがね、全部禁止になりまして、禁止スキル。ハイランダーって、戦う、どういう戦い方をするかっていうと、一枚一枚カードが違うんで、常に、なんかその、デュエルの展開が異なってくるんですよ。要は、マイデュエル、マイデュエルなんかと、その違う展開が楽しめるっていう。だから、確定でサーチできるようなスキル、オノマトランスとか、あとシンクロフライトコントロールとか、こういうスキルは、どうしても、その、同じカードをサーチしてくることができるんで、ハイランダーの意味がないと、いうことになっちゃうので、禁止になってるっていうことらしいですね。まあ、あんまりね、初手操作系スキル全部禁止になってるんだけどさ、スキル使わなくてもなんとかなるから、ハイランダーって。もうスキル全部なしでもいいくらいだなと思ってるんだけど、とりあえずですね、イベント詳細は、まあそんな感じで、ハイランダーっていうデッキを作って、またね、デュエルキングみたいになりましょうよ、みたいな、そういう感じになってます。はい。非常にね、これね、僕も何回も大会やってるんで、分かってるんですけど、楽しいんですよ。レギュレーション戦って。で、今回、レギュレーション専用のデッキ、まず最初ご紹介してい、こうかなと思ってるデッキはね、ハーピーデッキなんですけど、ね、環境が固定化されてないと思うんです、最初の方は。だからね、結構強いデッキってそんなにみんなに知られてないから、なんだろう、いろんなデッキに当たれると思うんで楽しいと思うんですけど、どうしても強いデッキっていうのは存在してまして、それの一つがこれですね。ハーピーのカリバーのハーピーデッキ。これ何が強いかっていうと、ハーピーレディって、まあ一応、これ全部ハーピーレディとして扱うんですけど、カード名違うんで、ハイランダーでは、全部使っていいんですよ。で、カリバがね、やっぱ強いんですよね。このカリバを発動しておけるっていう、これ。このスキルが。これなんでかっていうと、ハイランダーって、どうしても一枚一枚、全部別々のカードにしなきゃいけないんで、結構ね、トラップカードとか魔法トラップとかね、結構、ね、強いカードを入れる人が多いんですね。例えば、まあ、分断の壁とか、まあ、デモンズチェーンとか、まあ、月の書とか、まあ、こういうね。だから、バックを除去できるデッキって結構強くて、で、その中で、ハーピーの狩場っていうのは、スキルで狩場を発動しておけるんで、それがすごい強いんですよ。まあ、ちょっとミラーだとね、若干腐れますけど、一応、オラクルとかで回収もできますし、で、今回、スキルで狩場貼れるプラス、ハーピーの狩場も入ってるんで、まあ、実質狩場2枚になっちゃうんですけどね。ハイランダーの、なんかその、アイデンティティみたいなやつ失うんですけど、まあ、そんな感じで回していく。でね、回し方はね、基本的に、あんまりなんかその、普通のハーピーデッキと異なることはなくて、まあ、大体チャンネラーとか、まあ、パフューマーとかにアクセスしながら戦っていく。で、もちろんカリバーでね、バック割れるし、あとはこういうね、デモンチェーンとか分断とか月の書とかで相手の攻撃も防ぐことができるんで、一応ね、2体展開していくことは結構簡単にできるかなと思いますね。で、2体展開していったらもちろん SC を出していったり、エクシーズモンスターを出していったりするっていう、まあ、そんな感じのデッキになってます。ハーピーデッキはね、使ってみたんですが、今回対戦は全部ルーム、ハイランダー調整ルームでの対戦になるんですけど、使ってたんですけど、すごい強い。一番強いんじゃないかな。俺が作ったデッキの中では今のところ、と思ってます。はい。やっぱりね、SC のバウンス効果めっちゃ強いんで、早速ね、あとバック除去ね、非常に強いんで、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、
ジェイソン・ステイサム選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ジェイソン・ステイサムだから多分まあ罠多いんじゃないかなっていう気がするんで、多分ワンキルは足りないと思うんですよ。なのでこれエンドレス行くぞ。これね、カリバー割っちゃうんで、あの先行だとね、これね多分残したら強いんだな。ラクエルか、ラクエル。カードをセット。剣闘銃はねちょっと強そうだね。確かに、とりあえずデモンチェ打っとこう。一回デモンチェ打って、あの鳥になられてカリバー割れるの痛いから、これでバック割っていきましょう。スリーか、スリーあんまりいられない。とりあえずハーピストはどう。ハーピストを召喚。ハーピーのカリバーの効果発動。ハーピーのカリバーの効果によって相手の魔法トラップカードを破壊する。これがめちゃくちゃ強い。いけるぞ。プライドの方向、なるほど。とりあえず5つの結集の効果も発動させてもらう。5つの結集の効果、ハーピー、ハーピーストを対象に取り、そのモンスターと種族が同じモンスターをデッキから特殊召喚じゃなくて手札から特殊召喚。いけ、ハーピークイーン。そしてハーピーのカリバー発動。さあどうだ。よし、強いぞ、強いぞ、非常に強い。そしてハーピーレディ、スクラッチクラッシュの真空召喚知っていった方がいいよな。ハーピーレディ2体で新規の召喚。いけ、ハーピーレディスクラッチクラッシュ。ハーピーのカリバの効果発動。デモンドチェーンを叩き割っていくという効果にチェーンして、ハーピーレディスクラッチクラッシュの効果も発動。さあモンスターは手札に戻っていただくぜ。さあこれでカリバ温存できた。さあよし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 、これは強い。よしいいぞ。いやグラディアルビーストはね、多分ねカリバめっちゃ強いと思うわこれ。モンスターをね、基本的にはその魔法トラップカードで守っていくっていう、俺はチャンネラーの方がいいな、チャンネラーの方がいい。なんでまあ多分ねモンスター単体ではねそんなにやばいこと、まあウェスプルシアスがいるとやばいんだけど、あとウェスプルシアスの時いつもリサウェスプルシアスだけめっちゃ発音いいですよって言われるんですよね。そんなに発音いいかな。グラディアルビーストウェスプルシアスことなんだよ。ハーピーのカリバの効果発動。さあこれは強いぜ。なんて強いんだカリバ最強すぎるだろ。どんだけ強いんだよ。パフューマなしグエカリバ強すぎないこれ。さあお相手の方もこれはカリバの、あーなるほどね、これはねミラーなんでね、ミラーは先にスキル SC 出してから強いと思うんだけど、プレインコードが一番、ね、辛いですからねミラーは多分ね。でカリバの効果で両方ともバチコリと割られていくが、とりあえずチャネラー効果でオラクル切る。オラクル切ってパフューマー出して、でパフューマー効果であれだな、羽根やすね持ってくる感じがいいだろうな、これさすがにな。まあ結集あるんでね、オラクルとか一応まあ特殊召喚できたらすんだけど、結集がなんだかんだ強い。一回ハイランダーってモンスター処理されるときついんですよね。処理した後にもう一回出すのめっちゃ大変なんですよ。てかもなんなら出せないんですよ基本的には。なんでかっていうと1枚しか入ってないからなんですけど、これをしておくことによって戻して、で2ドローをしていき、まあ魔法トラップ引けなかったけど、まあこれでいい、いいだろう。次のターンも受けるのはまあいいだろう。さあフリッチバウンスは一応飛ばせないでしょ。結集があるからな。サイクロンもあるしな。さあカリバが割られてるのはなかなかきついだろう。さあ来て、はい、ハーピーレディ。ハーピーレディはいいだろう。このカードでさらに強化するわ。万華鏡華麗なる分身、なるほど。華麗なる分身。ハーピーレディスクラッチクラッシュの効果を発動。ハーピーレディサイバーボンテージは手札に戻ってもらうぜ。 OK、よし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 、これで相手は出せねえだろう。ハーピーレディを、ハーピーレディ、あいいだろう、そのくらいは許してやろう。手札からさあどうする。魔法発動。何何それは聞いてねえよお前、反応強えな。それは聞いてないんだけど、エレメンタルヒーローネオスとハーピーとこれ気持ちいいやつだこれ。エロメンタルヒーローネオスさんめっちゃ気持ちいいやつね。やばいやばい、シュルシュルシュル。結集あるかな。
多分蘇ってこれるんですよね。一応これはまあ受けるしかない。で、まあ、相打ちになっていくけど、相手はネオスフュージョンの効果で耐えていく。俺だけ死んだ。でサーチはないでしょう。多分入ってないよね。はいはいはい。オッケー。スクラッチ。オッケー。でエンドサイクだけしよっか。サイクロン発動。さあお前の伏せカードは破壊させてもらうぜ。速攻魔法発動。効果アップねー。あぶねー。ゲロあぶねーカード入ってる。でハーピーハーピーストの効果。オッケー。いやーこれ言うて反動は結構強いんですけどね。俺チャンネルあるんで。ただこの2600打点と1300と次のチャネラー、あとあのハーピーがいないんだよもう。あー弱いねこれは。SC がいないから結集で読み戻してくるしかないんだよね。まあとりあえずチャネラーだから、SC とランク4とかは立てれるんだよな。チャネラー効果、しかもパフィーマー引いちゃってるの若干弱いね。ここからパピエマを引き直せばいけたんだけどさ、ちょこれちょ弱いな。ここで2枚サーチみたいなことしちゃったんだけど、ちょ弱いですね。まあ、これはオラクル出してくるしかねえか。オラクル出してきて、オラクル出してきて、うん、なるほど。でオラクル出してきて、でオラクル効果発動して奥、はい。モンスター効果発動。でですね、まあ、とりあえず SC は出すしかないですね。SC は出すしかない。さあハーピリティスクラッチクラッシュをお家から特殊召喚していく。でさあこれさ、でもランクレベル4出してもしゃあないもんな。レベル4出してもしゃあないから、交渉しかない。でだ、これプレインコートっていう選択肢あんだよな。これさあ、プレインコート、待って、これプレインコート出して、これプレインコートじゃね、これプレインしてしょれば相打ち、とりあえずネオスはしょって相打ち取れば、いやこれね、いや言うてプレイン重いだろ。あのデッキプレインコート相当重いぞ。これはトロンの父さんの力借りよう。ファンサービスしていこう。プレインコートでファンサービスしていこう。レベル4のモンスター2体でオーバーネットワーク構築、エクシーズ召喚、ナンバー18紋章層プレインコート、これが父さんの力よ。そして紋章層プレインコートの効果を発動。プレインコートはフィールド上に同盟モンスターが存在する場合、これどっちを選択すればいいの、選択した方が、選択した方が残るのね。選択した方が残る。つまり、自分の SC を選択しとけば、よし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 、いけるぞ。でこれを死んでもいい。オッケー。これプレインコート多分結構重いと思う。相手で、もう相手ね、ハーピーレディ出せないんですよね。これプレインコートの効果が、まあ一応永続的な効果なんですけど、今ハーピーレディを選択しておいたんで、ハーピーレディを召喚、特殊召喚、反転召喚できないというめちゃくちゃ強い制圧効果を持ってるんですね。だからこれでまあ月の書とかされたらちょっとあれだけど、さあプレインコートはもう重いぞ。これでチャンネルから展開することもできないし、でパピューマはいい、パピューマはいい、パピューマはあの手札にあるときはパピューマだから召喚できるんだけど、ただこれで万華鏡華麗なる分身は使えないはずなんだ。よし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 、これはこのプレインコートぶっ刺さるよ。これがミラーの戦い方よ。でハーピーパフィーマーを召喚、そしてハーピーの狩り場の効果を発動。ハーピーの狩り場によってお前のバックを荒らしてもらうようにパフィーマーの効果も発動。パフィーマーの効果によって手札に万華鏡華麗なる分身を加えていく。そして、万華鏡華麗なる分身を発動。さらにモンスターショプレインコートの効果も発動。父さん見てますか、父さん見てますか。トロンと父さんのなんかパワー強いわ。どうこれ、こうなるわけですよ。なんて強いんだ。そしてさらにやばい、時間ない、頑張れ。いやゴー。よし
ありがとうトロントーさん、プレイコード強え。さあお相手の方、パンドラとかもうなんか嫌な予感しかしねえな。パンドラとかも嫌な予感しか使ってないからなこの男。セットエンドしかいないからこれは。セットでエンド。まあ一応ねウィッチの効果でね、持ってこれるんで、ハーピーかなんかをね。ドラゴンめちゃめの戦列だと。ちょっと嫌なカード使うな。ライトロー、レビオニア、やばい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 。やばいやばいやばい。やばい、まあでも言うてね、援軍とかそういうカードが、まあ、なければそんなにやばくないけど。だから魔法カード発動。やばいやばいやばい。それはやばい。あーやばい。ちょっとおい、まあ、犯罪だって。ハイランダーで初手援軍から入るやつガチ犯罪やって、これやってるって、これ犯罪者だろこれ、どう考えても。やばいって、光闇揃ってんじゃん、終わったんだけど。もういや、でも知らなければ安いか。で3枚除外していく、ひょひょひょして、でレビオニアで、これはもう何も使わないで、ワンチャン1枚残ることを祈って、これ何も使わない、2枚しか破壊できないから、どれか残る。はい、ウィッチと、清掃割られる。でウィッチ効果、一応生き残る前提でチャネラー持ってくるしかねえな。よし、頼む天界止まってくれて、バルブですね。はい、了解です。で取引、なるほど。で、8と1ですね。でドラッグオンバーミニオンまでは、許容します。ドラッグオンバーミニオンまでは許容します。了解です。許容します。許容します。ここからあとは許容できません。ここからあとは許容できません。悪夢の章、あ、許容できません。おい、ふざけんなよこいつ、マジで強すぎるだろ。いや、やっていいことと悪いことあるだろそれ。ハイランダーだっつってんだろ。おい、なんで援軍2回発動されてんだよ。おかしいだろ。おい。ちょっと待って、強すぎない、何このデッキ、やばいって。おかしい、犯罪行為やめろ、犯罪行為マジでやめろ。ちょっと待って、どうやったら勝てんだよそれ、どうやったら勝てんだよ。ライトロードアークみたいで、ああなるほどね、何も残さないってことね、何一つ残さないと、なるほど。いや、この展開は法に触れてるだろ、どう考えても。これギリギリ法に触れてるだろ。